はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。はい、よろしくお願いします。今日もですね、今日はまたちょっと新しいグッズなんですけど、このラッキーウィンクさん、ものすごいこの名前言うてんねんけどの、今日はなんか三つ編みをサポートする、グッズ、これをつけて三つ編みするんですけど、めっちゃ簡単に自分でも後ろでも簡単にできるっていうグッズなんで、これを、池田さんでちょっと今日やっていきたいと思いますので、三つ編みアレンジやりたい方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をスタート。はい、じゃあまずリレイのバームをつけていきます。結構、毛先中心につけるんですけど、表面のこうまとまりも結構大事なので、表面もしっかりとつけてまとまる感じに髪の毛をしといてください。次に表面の髪の毛を少し取り分けておきます。だいたい鉢から上の部分ですねの髪の毛をダッカールで留めておきます。次にこれをつけていきます。このなんかこう櫛みたいになってるところがあるので、これをこの分け目の上の部分に引っ掛けていきます。分け目の少し上の部分に引っ掛けて、でちょっとこう折り曲がらすとちょっとパチンと止まるので、そういう感じで止めていくと固定されます。で順番にこれ 1,2,3,4,5,6,7 こう輪っかがあるので、これを順番に髪の毛を通していきます。まずどちらでも大丈夫なので、表面の髪の毛をこの1番目の部分に交差になるように留めて入れていきます。でここちょっと輪っかになってるので、その輪っかに通す感じで入れてあげて、毛先はこの何ですかね、この土台の下側に入れておくとやりやすいかなと思うので、下側に通しておきます。次に表面の反対側ですねを2番目の輪っかのところに入れていきます。輪っかのところに入れて、反対側のこの土台の下ですねに髪の毛を置いておきます。次に顔周りの髪の毛を前髪とサイドの隙間が埋まるぐらいの量を下ろしてもらって、サイドの部分をだいたい半分に分けます。で半分に分けた髪の毛をこれね、後ろにグリーと、で次3番目のこの輪っかですねのところに髪の毛を持ってきて入れ込みます。でまた土台の下に髪の毛を、毛先を入れておきます。で反対側も顔周りの髪の毛を下ろして、サイドをだいたい半分に分けます。でそのまま後ろに持ってきて、次はこっちの4番目ですねのところに入れ込みます。でまた土台の下に入れておきます。次にサイドの下の部分ですね、2つに分けた部分を持ってきて、次はここですねにまとめて、ここに通していきます。次サイドの反対側ですね、部分もしっかりとまとめてここに入れておきます。最後襟足の部分ですね、大体でいいので少し横の髪の毛を持ってきて、最後ここに入れ込んでいきます。反対側の髪の毛ですね、少しだけ持ってきて、ここのこの何ていうんですか、輪っかあるんですけど、そこにこうかぶせるような感じで髪の毛を持ってきて、あと残りの髪の毛を一緒にまとめちゃいます。ここで今回ちょっとスプリングゴムを使いますね、を結んでいきます。
だいぶこれで編み込みというかされた感じになってるかなと思います。でちょっとこうなんていうんですかね、このグッズのやつが黒いのが出てくると思うんで、ゴムの部分を持ちながら少しこう三つ編みされた編み込みされたところを若干だけですけど広げていきます。で多分そんなにこうグーッと引っ張っても出てこないので、出てくるところをこう引っ張るぐらいで大丈夫かなと思います。こう無理やりなんか引っ張ったりすると結構崩れたりする原因にもなるので、本当にこう引っ張ってちょっと出やすいところだけ出して、ちょっとこう凹凸ができるぐらいで OK かなと思います。でお好みでコテで毛先を巻いていきます。毛束を少し少なめに取ってランダムに巻いていきます。ある程度こう表面が強めに巻いて、内側を緩めに巻いていく方がバランスが良くて立体的にも見えるので、なるべく表面は強めに巻いてください。サイドの顔周り部分も外巻きに軽く巻いていきます。反対側も同様に外に向かって巻いていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。結構綺麗にこう編まれてる感じで、綺麗めでもいけるし、多分あのカジュアルな感じ、今日ちょっとポニーテール風でやってるんですけど、まあ毛先だけこう団子にしても可愛いかなと思いますので、編み込みアレンジよかったら参考にしてみてください。